男のウォ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 ウ旅ワウ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 一人だい。お茶神音太郎です。さあということで本日はですね、三重県三重郡菰野町タピカにやってまいりました。こちらですね、ハップスポーツ公園という場所なんですが、なんと今日はですね、タピカ盆踊り大会という、何やらとんでもないイベントが開催されると、そういう噂を聞きつけて我々カミオン TV 潜入に成功いたしましたと。はい、盆踊りなんでね、まあ矢倉太鼓は当然あるんですけれども、もう周り見てください、もういます。はい、もうトラックファンの皆様だったらこちら何のシーンを再現しているかご存知ですよね。はい、トラック野郎3作目望郷一番星のワンシーンをそのままやってみようじゃないかと、そういうイメージをして、地元の青年団の皆様がなんと50名以上、集まって盆踊りをしようじゃねえかという実に破壊的なイベントが、開催されるんですね。これね、やばいですよ本当に。これ実在してますよ、これ私の幻覚ではないですよね。大丈夫です、リアルですよね、はい、リアルイベントになっております。それとも令和トラック野郎の撮影ではないですよね、これ実際にあると、はい、これからやると、はい、はー、半端じゃないですね。ちょっと代表の方にご挨拶した方が絶対いいと思うんですよ、こういう現場って、はい、なのでちょっと代表の方探してご挨拶いきましょう。はい、ということで今日は一日楽しみましょう、よろしくお願いします。はい、ということで、マサツミ商事の諸岡社長、本日一日よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやちょっともう今回初めてですよね。あ、そうですね。なのにもうたくさんのトラックが集まってて、もうこれもう準備結構前からされてたって感じですか。いや、っていうよりね、急遽なんですよ。あ、じゃあ急遽のこうイベント。いや、イベントというかちょっとややこしいんですけど、イベント、トラックのイベントではないですよ。メインは今回はあの盆踊りがメインなんで、はい、盆踊りをするのにトラック野郎に駆けつけてもらったって言った方が、なるほど、それが正しい。あの、あれこれ何ですか、どちらから触れたらいいのかと、はい、まずお酒ですかね。あ、お酒、一応、はい、ここの土地がタビカっていう、田んぼに光るタビカという地名なんですけど、はい、そこに地酒なんですよ。地酒を祀っているということですけれども、まあ、お供えしてあるって言った方がいいのかな、はい、これ例のシーンの、そうですね、はい、映画トラック野郎にちなんで、あの3作目のワンシーン、はい、宮城県が供養のために盆踊りをやってやりてんだを再現したかったんです、はい、はいはい、それ要はそのきっかけになるシーンですよね。はい、でどうしてもうずっとここもう何年もずっとやりたかったんですけど、はい、でもやっぱ家って、うん、やっぱちょっと縁起でもない生きとる人の家だったわけでもいかんし、うん、でトラック野郎に関係のある人を僕は知っとるわけでもないし、はい、たまたま息子が、あの次男一緒に仕事してるんですけど、はい、こう田んぼに落ちてえ、これマジで落ちたシーンの写真なんですか。トラック壊しちゃったんですよね。はいはいはい、あ、これもう壊れちゃいますよね。壊れましたよ、はい、もうめまいしましたもん、本当に。うわー、何してくれたんみたいな、これをしようかシーンをちょっとこうってなった時に、あ、ちょうどいいのあるやんってなって、それをがっつりやってるってことですね。でちょっとね、こうちょっとトラック野郎風にちょっと看板もまた新調しましたね。三重県タビカってこれ当て字みたいに思うんですけど、はい、これもタビカで思うんですよ。大井比べる鹿でタビカ、昔の呼び方というか、タビカ神社はこっちなんです。あ、なるほど、はいはいはい、はい、で地名で例えばバス停とか信号はこっちの田んぼに光るなんですよ。まあ、じゃあ盆踊りですけど、まあ、これはちょっと、まあ、ユーモアといったらあれですけど、ブラック、これがないと周りみんなトラック野郎たちが言うんですよ、はい、あれないとやる意味ね、試験の代わりは誰がするんやとか、なるほど、宮野先生を呼んでやるんかとか、そうですね、はい、そしてカムチャッカ丸は誰がするんやとか。あのもうそのね、そういうトークをみんなが周りでしてくれとんのが僕は嬉しかった、はい、今回これをやろうって言って、みんなが各あのグループごとにそういうあのユーモアな、はい、そのセリフを言い合ったりとか、はい、そうやってして楽しんでくれたのが楽しかった、それが実現になったってことですね。今日パイセン、お言葉ですけど、これはイベントです。いや、イベント、まあ、はい、イベントと盆踊りを両方兼ね備えた、そうなんですか、はい、僕まあ一個人でやりたいってわがまま言ったのをみんなが叶えてくれたんで、そうですね、はい、普通の盆踊りとはまた別でいろんな思いが詰まってる感じがしますね。じゃあちょっと後ほどまた拝見させていただきます。やべえよ、ここだけじゃなくあっちにも、あ、すごい、勢ぞろいだぜ。
急遽でこんだけ集まるってやっぱり町の結束力とか諸岡パイセンの人脈人徳もあるでしょうけど、周りの人との信頼関係ももうこれで感じられますね。はい、ちょっと夜になるまでつなぎ抜いてもいいですか。お前はびしょびしょなのよ。はい、楽しみだな夜な。盆踊り始めたいんで、あの内藤シーン皆さんの電気つけてくださいね。モロッ！で終わったらモロッカ！スタートで踊る。おい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 、とんでもねえぞおい。これちょっと今日をきっかけにいろんな人に話しかけて仲良くなりたいな俺は。お祭りですかね、こんにちは。すいません、もうこれ初の試みですけど、どう思いますかこの景色。ああ、ここはもう最高やね。最高っすよね。田舎やでね、始まってもないですけどこれ、盆踊りも、ね、成功っすよね、これ。成功成功、ちょっとだけできたいと思いますんで。それはやっぱり社長のあれとちゃうかな。やぶらの場に集まってください。はい、ありがとうございます。後ほどまた。ありがとうございます。あ、始まんだこれ盆踊り。まずは皆さんおなじみロボットからいきます。おお。崩しっていうこの町特有の盆踊りの手法なんですけど、テンポが速い。後でよかったら混ざってみましょう。そうだな、行けたら行こう。これ盆踊りなんすかっていうぐらい今風。いやすげえわ。あ、あれカナリアさんじゃない。おお先生、ちょっとだけ話聞いてもいいですか。これすごいっすね。すごいバッチリですね。初めて見ました。あ、そうなんですね。お兄さんは地元の方ですか。いや違います、滋賀県です。滋賀県か。はい。あ、じゃあこれ結構衝撃的ですよね。そうです。僕も初めて見たんですけど、はい、なんか後で誰でも参加していいそうなんで。あ、はい、ちょっと後で一緒に。あ、踊ります。輪の中入りましょうよこれ、はい、踊ります。負けてらんねえっすよ俺たち。やっぱすごい衝撃的らしいです皆さん。全くできなかったよ。全くできなかったよ。どうすかこのお祭り。最高最高最高っすよね。いや俺ビビってるっすマジで。いやちょっとこれ盛り上げていきましょう、はい、保存会最高。すごい。え、ちょっとお話聞いてもよろしいですか。これは自転車ですか。自転車です。あ、電気つけて。あれこんな感じですわ。お子様ですか。あ、俺の坊主。あ、俺はこれの坊主。あ、そうなんですね。あ、親子で。これはどう普段乗ってんの。たまに。やば。これ乗って遊びに行きます。地元の方ですか。宮城県、三重で。あ、どうですかこういったお祭り初めてだっておっしゃってたんですけど、最高っすよねこれね。ねえ、これもう何年も続けてめっちゃ盛り上げてほしいな。はい、ちょっとお車もちょっと聞いてもいいですか。まあ聞いてるのはこんな感じです。ああ、何年ぐらいやられてるんですか。どうやろう、15年ぐらいから。お仕事も運送関係。あ、じゃあご趣味で。ご趣味で。あ、そうなんですね。肩のレンジャーが好きで。あ、そうなんですね。え、お気に入りのポイントとか1個でも教えていただけますか。全てがポイントやで。全て。
え、これなんか将来の夢じゃないですけども、これお子様にやっぱ、あ、こいつが乗るまでちょっと大事にしようかな。うわ、こういうの、こういう話聞きたいのよ。ね、え、パパの好きなとこだけ教えて1個いいところ。かっこいいし、いや、優しいとこもありますよ。かっこいいし優しい、1つだけって言ってるの2つ言ってくれた。で、将来これ乗るんだ。はい、なるほどね。じゃあちょっとまた僕が乗るとき取材させて、はい、ね、お祭り最高、はい、お祭り最高。ありがとうございます、ありがとうございます。おいおい、やばいよ。かわいい。なんかちょっとだけいいですか。うわ、やば。